どうも才能の塊金藤です。ザクリでボドムゾーです。お願いします。イケてる経営者の対談。まあ、金藤さんは大起業家としてご活動されてる中で、はい、まあ、飲みが大好きということでね。飲みしか勝たん。そうなんや、うん、飲みしか勝たん。大経営者勝たんって言わないですからね。まあ、そこでね、結構人脈広いぞということで自他ともにそれは認めてると思うんですけど。あ、そうですね、はいはい、じゃあその視聴者、このあいみつチャンネルですね、やっぱ起業したい人とか、はい、まあ、そのビジネスに興味ある人結構多いじゃないですか、はい、まあ、その中でじゃあ東京で今僕らのね、アラサーぐらいの起業家でイケてる人って多分見たいはずなんですよ。あ、なるほど、ね、実際どんな面なんやと。なるほど。でも僕がこんだけ東京でね、はいはい、2年間飲み歩いてて、経営者とばっかり飲んでるわけですよ。はいはい、素晴らしい。まあ、その遊びじゃないですよ。ああ、そうなの。経営者の方と飲むっていう会食ね、会食で飲むことが多いんですけど、はいはいはい、まあ、その中でやっぱりほとんど年上なんですよね。4週50ぐらいのすごい経営者の方とかと飲むんですけど、はいはいはい、まあ、最近ね、僕と同い年のすげえやつに出会ったんですよ。あ、そんなんいるんですか。そう、それで、はい、ちょっと皆さんに見てほしいのが、はいはいはい、これがイケてる経営者だぜみたいな、おこれを見てほしいなと思ってて、うん、マジでもう金藤やねん。金藤なんや、うん、はい、今から呼ぶ人マジで金藤やねん。お、何が金藤かって、イケメン、はいはい、ナルシスト、はい、頭いい、おで素晴らしい起業家なのよ。あ、素晴らしい。これ金藤じゃん。おそうなん、そうそうそう。だから、はい、そんな最強のね、はいはい、イケてる経営者今日呼んでるんで。そんな誰ですか。ジェフ・ベゾスでも来るんですか。いや、この後出にくなるわお前なあ。ということで、はい、セールスマーカーの小笠原さん来てもらってます。どうぞ。お願いします。うわ、シュッとされてるわ。やっぱ素晴らしい。なんでシュッとしてるか知ってる。知らないです。ミスター青森なのよ。あ、そうなんですね。めっちゃ古い。ミスター青森。そう、青森で一番イケメンの人。いやいや、微妙な位置ですね。おい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 。何ちゅうことや。青森の出身なんですね。青森出身です。あらら。で、今はセールスマーカーという会社をされてて、何なんですか、それ。セールスマーカー B2B のインテントセールスを実現するツールで、はい、そこの代表をやってます。インテントセールスってちょっと謎なんですけど、何ですか。インテントちょうど興味が高い人に営業ができるっていうツールを提供してます、はい、うん、まあ俺も入れてるしな。あ、金藤も入れてる。あ、会社に入れてるよ。それは どうやってその興味があるって判断するんですか。ウェブの検索コードを分析して、ほうほうほう、なんか検索するじゃないですか、はい、入れるときって、はい、それを検知して、はい、ちょうどニーズあるっていう、例えばウェブ制作とかこう動画制作って調べてる会社がいたら、うん、そこに営業ができるみたいなツールですね、うん、なるほど。じゃあ、はい、この会社のこの人動画制作って調べてますよっていうのが分かる。会社単位で分かるって感じですね。すごっ。なんかそのキーエンスもそういうのあったよね。キーエンスやったら自社メディアなんや、はい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 、自分が作った自社メディアであったりホームページに来る人の分析やけど、それ全ウェブコードが見れるっていうのが俺が入れた。それは素晴らしいですね。そうそう、だからお前も入れた方がいいよ。確かに。お願いします。てかさ、はいはいはい、ずーっとセールスマーカーの話してたら案件みたいになるから。ああ、そっか。これ案件じゃないから。ああ、そっかそっか。そのイケてる経営者対談としてやりたい。シンプル興味があって今のところ視聴者の人、はい、案件かってなってるから。ああ、おもろないなって思ってる。そう、俺が今、はい、いっちゃん仲いい経営者やから読んだだけ。ああ、すいませんすいません。案件っぽくしちゃう。案件っぽくすなお前か。はい、なあ。で、小笠原さんは何がイケてるんですか。うわ、むずい質問。むずまあでも何がイケてるかは、うん、まず顔よね。あ、いやいや、まあ、2人で歩いてたらこの前ね、あのモデルさんですかって2人で言われました。あんまその質問ないで。おばはんやねん。嘘です。モデルさんですか。おばはんの褒め言葉だ。嘘です。あ、そうなんや。まあじゃあ、経営者の対談をしたいから、小笠原さんの何を聞いていこう。ああ、経歴とか。そう、そう、どういう経歴ですか。どうやって起業に至ったの。大学でコンピューターサイエンス学んでて、はい、いろいろプログラミングとかの経験をそこに積んだ後に、うん、野村総研という会社に入って、そこでは野村総に入って、クソ優秀やね、やっぱシステムの開発とか新規事業の推進とかをやって、はいはい、
出て、その後コンサルファーム。ちょっと待ってくださいね。お前人が喋ってる時に結構すなのお前暇みたいに止まんないこと言ってるみたいな反応すなよ。そのアップルウォッチって振動するから何かなって。止めとけ、もしくは外せ。ほんまにごめん。野村総研からの、コンサルティングファーム。コンサル、ベイカレントって。あ、ベイカレント知り合いいるわ。嘘、ほんまにほんまに。どれ？株元。うわぁ株本さん。あ、遅い遅い。株本でも脳編集で。いやいやいや、無理無理。嘘です。株本さんのとこですよね。あ、そうです。でも株本さんってお前のこと大嫌いだよ。実際その編集チャンネルの中でも、うん、カネットっていうワードってたまに結構出てくるんですよ。うん、あ、そうなんや。でも、うん、もう木を照らったかのように、うん、ボトム層って言葉一回出てくる。え、放送禁止ワード。放送禁止。ほぼボルデモートみたいな。ボルデモートみたいになってる。日系の大手のね、コンサルティングファン、ね、そうですね、時価総とかめっちゃ伸びて。へ、すごい、はい、今バリ伸びてるよな、うん、まあ、そうなんです。え、で、そこは何年勤められたんですか。まあ、2年ずつです。2年ずつ、はい、うん、あ、じゃあ4年の社会人経験、うん、で、そこで今の会社を創業されたと。そうです、そうです。今何期目ですか。今3期目で、サービスは2年経ったぐらいのタイミングですね。あ、最初からセールスマンかやってなかったの。最初別の事業やってて、ビジネスニュースプラットフォームってなってて。へぇ、そうなんや。そうなんです。最初からセールスマークやと思ってた。最初違うのをやっていて、グノシー的な。あ、ですです、はいはい、のグローバル版みたいな。はい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 。いろんなグローバルの情報を全部集めて、うん、AI で翻訳して、うん、で、AI で自分が好きな情報だけ手に入るみたいなサービスをやってました。もう今はやってないんですか。今はやってないです。はい、なるほど。じゃあもう全部セールスマークフルコミットでやってます。だ、そのメディア業的なやつから、こう営業テックみたいな、セールステックっていうか、はい、セールステックかね。 そう、そっからなんでこう切り替わったんですか。うんうんうん、結構メディアだと広すぎたんで絞ろうと思って、うん、でその時に一番課題が多い営業の分野にしようってところと、我々もキーエンス出身の人とかいたりしたんで、あら、うん、そこでこう戦えるかなってところと、はいはいはい、自分が営業戦略を支援してた立場もあったんで、そこの強みを生かしつつ営業にしたって感じです。あるよ、CEO の人は、うん、あの俺らの後輩や。へー、うん、キーエンス。キーエンス、キーエンス。すごい。俺は知らんかったんけど、うん、この前カンファレンス出たのよ。はい、この話もしなかな。何ですか。なんか世界初のカンファレンスをセールスマーカー主催でやったの。はいはいはい。インテントセールスカンファレンスっていうのをやって、そこではセールスマーカーを使ってアメリカで主流のインテントセールスを日本にも広めていこうねみたいなカンファレンスやって、そこで営業の権威をみんな呼んで喋ってもらうみたいな。そこでトップバッターで呼んでもらったんですよ。ちょっと取らせてもらって。え、僕は営業の専門家が登壇する。あ、専門家ではないから。俺はあの営業の専門家を呼んでるんで。動画制作。ああ、確かに SNS のプロやんだって。ああ、そっかそっか。だからもし SNS カンファレンスやったら、でも俺呼ばれそうやな。どっちにしよう。俺呼ばれそうや。2人で呼ばれそうやな、それは。ああ、そう、さすがにな。それは2人で呼ばれそう。俺が1な時はないあるでしょ。あるんや。あったあった、はい、なんか中学で登壇してなかった。じゃあええわ、その話。いや、なんかあの僕の小学校の同級生が今中学校の先生やってて、面白職業大人みたいな感じでなんかサーカスみたいな。あ、なるほどね、うん、そういう偽物小屋みたいな。あ、じゃあそれを集めたんや。そう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 。え、横錬金術師とかだったえ、なんか面白職業大人って誰がお前右腕金属のやつだ。おい、え、それは何なんですか。何の会なんですか。何の会。あ、ユーザーの方を集めて、はい、インテントセールスどういう風に実践してるかっていうところの、まあ、成果の共有とか表彰とか、であとは海外の先端の事例 の、 あのシェアとかそういうところをやってて、あ、で営業の方が150人ぐらい集まってくださってたので、もう呼んで、なんか知ってる人いますかって言ったらみんな知ってました。有名人や。多分9割ぐらい知ってたんじゃないか。あ、そうなんや。結構、まあ、やりやすかっただから。アフロで行った。行くか。アフロの場合は断ってるわ。そうなんや。これでね、登壇してやばいって何の説得力があんねんって話なんですよ。ほんまにノーヘルでバイク乗ってきたみたいな。何人ぐらいだったっけ。200人ぐらいいましたね。150から180ぐらいいて、めっちゃ多く、結構終わった後にコメントいただいて、まあ、金藤さんさすが場を掌握してたって話はよく言ってました。これはもうすごいから、これだけみたいな空気感がすごいです。でもなんか普通にその180
180ぐらいのクライアントがいるっていうことがすごいですよね。そうですね、実績で言うと、はい、全然。今何社ぐらいですか？300は超えてますね。すごっ。法人で。そのうちの一つが、うん、ソロモンリサーチ&コンサルティングです。ありがとうございます。うちも使ってますから。実際その使ってみてなんかここがいいみたいなのってあったりするの？まあシンプルにアウトバウンドの質がほぼインバウンドになるね。どういうことですか？なんでわからんねん。そんなやつ呼ぶか。カンファレンス。だから能動営業、はいはいはい。これってさ、例えば100件電話したら、はいはい、1件アポ取れたらいいかなみたいな世界だと。テレアポとか飛び込みみたいな。そうそうそう。でもそこで、はい、ウェブでさ、はいはいはい、この会社の人はこのキーワードを調べてるから、うん、御社のサービスに、うん、まあ、マッチしてますよ、今まさにマッチしてますよ、うんうん、みたいなの教えてくれるのよ。だからもうインターンとかでもアポ取れちゃうみたいな、うん、ああなるほどね、イメージかな。じゃあその商談自体ってもともとやったらお願いで会ってもらうやん、うんうん、だからお客さんのイメージって聞いてあげるみたいなフェーズやねんけど、うん、行った時の感触で言ったら一緒に検討するみたいなフェーズに上がってるから、はいはいはい、めっちゃ商談もやりやすかったな。なるほどね。なんかあの僕がキーエンスで働いてた時に、はい、なんかそのキーエンスってやっぱホームページ見たお客さんから分かるから、はい、それでこう電話かけるんですよ、うん、じゃあその時に第一声目、なんでホームページ見てて分かったこれなんですよ、はい、それは禁止一応しててんけど俺反則が分かる。なるほどね。だからそれ守ってないだけなのよな。だアホな営業がやってるって。そうトークスクリプトとしてホームページ拝見したんですけど、はい、拝見してるの見たんですけどって言うなって、俺らその本社側から実は言っててんけど、まあ、古虫です。古虫の若手が多かったねでも実際セールスマーカーさんでもそれってなんか起きそうな気がしてるんですけど、はい、実際そういうのあるんですか？あ、ちょうど調べてましたって話は言われることはあって、とはいえこっちから調べてましたよねっていうことはないので、そこはえっつてはなんないようには。それはね、もうそれは言わんよ、もちろん。こうもうたまたまかけた感じで。そうですね、サプライズ演出よ、サプライズでも実際にその今使ってるし、セールスマーカーさんと、まあ、パートナー企業みたいな感じで、はいはいはい、打ったりとか一緒にコンサルしてんだよ。あ、そうなんよ。だから一緒にそのセールスマーカー入れていただいたところに、うん、俺がその使い方とかもコンサルしたりする、うん、へえ。めちゃめちゃ活躍いただいて、鳴らしていただいてるから、まあ、だからそっからもまた仲良くなったって感じちゃうかな。仕事の話もするし、はいはい、まあプライベートの話もしながら、うん、まあ、テキーラ飲むみたいな。テキーラを飲めないまあ普通にウーロンハイ飲むみたいな。ウーロンハイみたいな感じで今関係性が近くなったなって感じ。だから来てもらったけど。あ、そうなんですね。ちなみに3期目で今どれぐらい売れてるんですか？そうですね、昨年比だと 900% 成長ぐらいで、プレスリリースも出してるんで、ちょっとプレスリリース見ていただくと書いてると思います。いや今言うた映画だなんでプレスリリース鈴木青山出てきたの？おいくらほどなんですか？何ですか？あのお年商のほど。お年商ほぼお年商やんお前って年商って言ってくれ。お年商お年商ARR っていう年間のサブスクリプションで15億ぐらい。すげえ。あ、サブスクで15億あるサブスクで15億。やば。そのなんていうか、ショットの何か売り上げ的なのも他にあるんですか？ショットは特に取ってなくて、初期費用でいただいているものとかはあるんですけど、はいはい、まあ、あまりそこは重要視してなくて、サブスクのものがメインですね。あ、じゃあ初期費用抜きで15億。はい、初期費用なしで。それはやばい。2年で達成してます。2年で10やば、うん、今最近さ会食とか行って、あのたまにそういうなんか今来てる経営者みたいな話することあるやんか、たまに上がるもんね。やっぱ、あ、そうなん、名前で、あ、大沢さん知ってるんですかみたいな、はいはいはい、もうなんか会ったことあるとかさ、あの見たことあるとか、うん、で自慢する側久しぶりになった。あ、あの俺知り合いやでって。そうそうそう、あ、僕あの今一緒に仕事してますダサダサ。もともとやっぱさ人脈自慢だ、みんな、はいはい、金藤さん知ってるでさ、はいはい、みんな嬉しがるみたいな構図多かったけど、久しぶりにやった。なるほど、ね、いやいやいや、すよ。あ、素晴らしい。僕もそれカンファレンスでやりました。お互いにやってますそうですか。まあでも俺の方がね、あの認知度は高いから。いいわこいつ会社の知名度が全然ちゃうね
ちも。でもそれめっちゃすごいですね。それってなんかこうどんな感じで広まっていったんですか、18億の。最初は地道にこう経営者の知り合いみたいなところから行きつつ、はいはい、途中から自分たちでもセールスマーカー使って営業したりとか、うん、あとは展示会とかも地道にやっていったって、結構動画も良くて、ピボットさんに出させていただいた時とかはかなり反響ありましたね。まあ、でもそのピボットとかで受けたのってシンプルに商品としてなんかすごい興味出ますもんね。うん、なんかよくスタートアップ系のサービスがそういうプレスリリースとか出してるの見たら、うん、Excel でええやんとか思うやん。あ、ちょっとてか Twitter でええやんみたいな。大体のセールステック俺さ、うん、入れようと思ったことなかったから、ね、大体のテックってなんかやりようあるみたいな。そう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 、だけど初めてね、すごいなと思ったよね。そうなんです、うん、素晴らしいです、ね、案件っぽくなってきたからちょっと次ディスロッカーちなみにあの小笠原さん、このチャンネル結構、はい、その今から起業したいよみたいな人多いんですよ、ね。はい、意外と多いよな、うんうん、なんかこうどうやったらそんなイケてる起業家になれるんですか。むずい質問聞きたいわ。僕も最初はこう、はい、作ったプロダクト8個ぐらいあるんですけど1円も生み出さなくて、うん、めちゃめちゃ苦労したんですよ。はい、あ、そうなの。これ起業前なんですけど、こうビジネスコンテストとかハッカソンとか出して、で優勝して、アジアで優勝したやつもあるんですけど、はい、それも売れなかったんですよ。なんで僕もなかなか起業し苦労したんですけど、ピッチコンテストで優勝したアジア1位になったやつが売れ、はい、もう売れなかったんです。ちなみに何やったんですかその時。デリバリーのアプリで、まだ Uber Eats とかがこう港区のほぼほぼ限定的なところしかなかった時に、例えばスーパーのものとか薬局のものとか全部こう高齢者とかにも届けられるようなサービスを作って、これを全国に広めるみたいなアイディア で、うん、であとはこう自転車乗ってる人が安全に移動できるみたいなところのテクノロジーを使ってやってたんで、そこも評価されてアジアで優勝したんですけど、まあ、なかなか売れなかったみたいなところが。でも前者の方ってさ、営業とマーケがその時は弱かっただけじゃん。そうですね、はい、多分サービスとしてはなんか今も普通にあるやつやから、結構あのビジネスモデルも難しくて、はい、デマイカンさんとか多分何百億って調達してやってるんで、戦うのが資金勝負みたいな。資金勝負ですね、広告芸みたいな、はい、そう。ビジネスモデル作るのもちょっとうまくなかったってところがあって、でいろいろ試行錯誤して投資家の人とかともディスカッションする中で、最初に提案書作って売れてから作るみたいな、なんかそういう流れでした方がうまくいくなってことに気づいて、それをセールスマーカーの時やったらもう2回目で売れて、でそこから急速にこう急いで作って商品を提供してってやっていくと、欲しいものができたんで、そこからどん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 積み上がっていったって感覚が近いですね。営業強くなったんやろな、前より。ああ、それもあるかもしれないですね。プラスなんか商品力高いのよ、シンプルに。でそれでさ、あの何なんやろうなと思ったら、アマゾンとかさ、うん、ガーファとかからバーってなんかエンジニア採用してるし、極めつけはさ、うん、エンジニアチームのトップがさ、インド人やね。なんかインド人トップじゃないか。中国、あ、中国人か、はい。でインド人とかもおるよ。あ、いますいますいます、グローバルチームになってて、ううで公用語は英語なんで、エンジニアチーム毎日英語で会議とかしてて、うん、すげえわ。かなり優秀な方が多いですね。採用の記事書いたんですけど、めっちゃかっこよくて雰囲気が、その記事めっちゃ人気なんですよ。グローバル、そうそうそう、めっちゃ人気です、はい。確かにそのエンジニアグローバルチーム、ーほんまにグローバルすぎて、ウィアーザワールドみたいな。マイケル・ジャクソンとかのリアーザワールドみたいになってるよな。まあ、でも人物金やんか、うん、経営ってさ、うん、そこでさ、物をまあ素晴らしいと、うん、でお金もめっちゃ調達してて、うん、人のところもすごいからさ、うん、それはうまくいくよなみたいな。そう、全部抑えてるなみたいな。なんかそこがイケてる。確かに全部抑えれてる。いやいや、最初のなんか7個ぐらい失敗したのって、はい、スタートがでかすぎたんですかね。今の話でもあった通り、売れてから物作ったみたいな。はい、だからそれいいですよね。そうですね。結構333とかもこうビル版ってこう今、333、いや分かるけどね、333ね、スロット揃った今777みたいな、スロット333ね、はい、めっちゃ事業伸びてるんですけど、はい、売れてから作るっていうのを徹底して社内でやってて、売れなかったプロダクトは作らないっていう意思決定でやってるみたいですね、プライム上場の企業なんですけど。すごいですね、はい、なるほど。ほんまに何ていうかリスクないですよね、そっちの方がね。そうなんですよ。なんか最後になんか一個聞きたいのが、普通に僕が聞きたいんですけど、はい、
7個ぐらい失敗したじゃないですか、はいはい、それから学んだことってあります？ありますね。実際7個作った時は技術起点でこの技術を生かしたいと思って作ったんですよ。なんでかってエンジニアだったんで、この技術あれば世の中変えられるって思いでやってたんですけど、世の中は技術ではなくてビジネスの仕組みで動いてるってことに気づいてようやく売れるものが作れたっていうのが、私がエンジニア出身だったんで、そこは苦労した部分ですね。だよく金藤が動画で言ってる、商品力よりも営業力の方が重要。そうビジネスの根幹は営業っていう。営業力って結構何種類かあると思っていて、こう売れるものをイメージできるっていうのも、うん、相手が欲しいものをイメージできるっていうのも営業力だと思うので、それがあると欲しいものが作れて、で売れるような商材になってくるんじゃないかなと思います。売れるものを作るって逆算ですからね。そうですね、営業できる人はできる、はい、ですです、はい、作る前に売るっていうのが大事かなと思います。なるほど、まあ、同期やけどすごい勉強になるんですよね。素晴らしいですね、喋ってて、うん。はい、じゃあ今日はですね、はいはい、セールスマーカーの小笠原 CEO に来てもらったんですけど、来てもらったんですけど、まあ、すごく有意義なね、うん、話できたかなと思ったんで、皆さん起業したい人、はい、たくさんいると思うんで、このエッセンスをね、自分の引き出しに入れていただいて、自分のキャリアアップにつなげてほしいなと思います。で、小笠原さんも今最近 YouTube チャンネル始めたんですよね、うん、そこでもコラボしてるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、提案のところですごく大事になってくるのが、うん、仮想空間なのよ。何やねん、それを言わんかよお前。簡単と売れる商材なんて君の営業力じゃないからみたいな。